品川区長の浜野武です。まん延防止等重点措置が延長され、さらなる対策の徹底が求められています。区民の皆様には、基本的な感染対策を継続し、感染リスクの高い行動を避けていただきますよう、改めてお願いいたします。不要不急の外出を控え、 混雑している場所や時間を避けましょう。正しいマスクの着用、手洗い、消毒などを徹底して行ってください。現在、日常生活の中で、誰もが感染者や濃厚接触者となる可能性があります。ご自身やご家族が感染者や濃厚接触者となり、 外出できなくなることを想定し生活必需品などを準備しておくようにいたしましょう区では3回目のワクチン接種を前倒しし18歳以上の全ての方の接種間隔を6ヶ月といたしました接種券が届き次第接種の予約が可能です感染状況により 接種会場の変更などがございますので最新情報はホームページ等でご確認ください。一日でも早く安心した生活が送れるようともどもに頑張りましょう。ありがとうございました。